ろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は本当にね、いい天気で、農作業日和というような天気でございます。これからね、皆さんにじゃがいも掘りを、体験していただくわけなんですが、このじゃがいもはですね、私がですね、4月の下旬頃に、25日頃ですか、種まきをいたしました。そしてですね、約150日ぐらいですが経ちまして、今日皆さんに収穫していただくわけなんですが、見た通りね、ちょっと網を張ったり、白いこの線にね、電気柵を張ったりして、囲ってあるわけですが、この辺はですね、鹿、これから猿さん、お猿さん、それからタヌキさんとかハクビシンとかね、いっぱいいるんですよね。そのためにね、こういう作物をやられないように、囲いをしてあるわけです。今日ね、皆さんに掘っていただくジャガイモもですね、ちょっと奥の方の草のある辺はですね、雑草のある辺はですね、お猿さんにね、みんな掘られてしまって、大被害を受けたわけですけれども、作業としてはですね、他の草のある方もですね、一応掘って収穫してみてください。ところどころにお猿さんの食べ残しがあるかと思いますので、それをきれいに収穫していただきたいと思います。皆さん掘っていただくところはですね、この高い山ね、それをですね、崩すようにしていきます。最初ね、そうするとじゃがいもが見えてきますから、それをさらに崩していきますとね、じゃがいもが掘れます。ちょっとやってみますね。こういう風にですね、腕を崩していきます。こういうふうにね、茎を寄せますと、ここにこういうふうにジャガイモができてます。ね。こういうふうにね、一本の木でこれだけのジャガイモになっております。ね、そうぐらいありますね。ですから残さないようにね、小さなジャガイモまで収穫してください。というのはですね、そういうのを残したりしてますとですね、ジャガイモが腐らないで、来年今度は芽が出てきてしまいます。そうするとね、今度はせっかく作物作ったのに、そのジャガイモが邪魔してですね、いい作物ができませんので、これもまでね、収穫していただきたいと思います。そしてですね、皆さん掘っていただいて、皆さんの前に紙袋がありますが、紙袋にですね、皆さんも持ち上がらないと思いますから、半分ぐらい入れたら、その前のところへ運んでおいてください。そしたらあと軽トラに積んで春日添え持っていく。それからですね、今ねえねえ、これどこ行ってんの？高橋先生がね、動画撮ってますから、皆さんね、せやほら、なんか飛んでるの？セール何？いっぱいいる。あった、早いね。でも撮れない。あったけど取れない。大きくないですか？